おはようございます。今日はもう朝からすごいいい天気です。今朝は、5時から畑仕事に行って、まあ、畑仕事といっても畑のナスやキュウリやシシトウピーマンオクラにつく虫を、取るのが、まあ、朝の日課なんですけれども、30分ほど虫を取ってきて、まあ、朝食を食べて、これから草刈りをするんですけれども、まあ、日中非常に天気が良すぎて、すぐにやはりバテてしまうので、日の当たらないところから、まあ、草を刈りたいということで、うちの裏山の方へ今日来たんですけれども、残念ながらスポット的にもう刈りたいところに日が当たっていて、ちょっと暑いかもしれませんけれども、これから、後ろのヤブを刈っていきたいと思います。ご覧いただいたように、もう私の背丈よりも高いですので、まあ、2メーター50ぐらいのもうヤブになってますけれども、こちらを刈りたいと思います。今日もよろしく。これ茂ってるよこれ、じゃあやろうか。はい、お願いします。
これ動物の寝床やね、これ。こちらは多分、動物がこの中で寝泊まりしてますね。その形跡があるんで、ここは多分雨風がしのげるので、ここで、寝泊まりをしてますが、今日私たちがここの草を刈り始めたので、どっかへ逃げていったものと思います。
こんなもんでどうでしょう。ここここも刈るの。頑張れ頑張れ。もう死ぬくらい偉い。あんじゃもうやめよう。もうじゃあここだけ刈るわ。もうエンジンもかからない。あれ。じゃあもうやめよう。あれなんで。燃料もあるの。燃料あるもん。これは上に上げとればよかったろう。あれ。なんでや。かかったわ。かかったのでやるわ。まああの辺はちょっとまだ混んでやわ、うん、ちょっとこの株見てよ。どっかにないか。すっごい。さっき転んだ。足元見えんもんで、この太いやつに乗って。どっかこの密集しとるとこないかな。これ、こういう太い株がもうほとんどこういう株になっとる。硬いわ、うん、やっぱりあの背丈が高いやつをこう横へこう放るやつ、放かるやつ、もうこれですごいエネルギーを使うんで、もう刈るだけじゃないんで、もう限界、はい、やめましょう、草刈り作業をこれで終わりたいと思います。これはあの長年気になっていて、長年といいますか毎年買ってはいるんですけれども、去年雪がもう全然降らなかったので、雪さえ降れば雪をさえで草があんまり成長しないんですけども、昨年は降雪がゼロだったので、どん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 草が伸びて、2メーター50から3メーターぐらいに、なっていました。短時間でしたけれども、やっぱり長い草を横へ、左側に投げ捨てていくという作業がありますので、もう腕の筋肉が、まあ、パンパンに張ってしまっているので、これ以上はもう今日は無理だと思います。
まあ、鎌で刈るという方法も一つあって、まあ、鎌で刈りながら横へ投げしていくという作業の方が楽だったかもしれませんけど、今日は、まあ、短い草も刈りたいということで、草刈り機を使いました。まあ、使ったのはチップ槽です。後ろに前切った大きな切り株がありますけれども、ここにはもう木がいっぱい生えていました。それを3年前に切り倒して薪にするようにしていますが、それで草もたくさん生えるようになったということです。今日も早朝からありがとうございました。またよろしくお願いします。